はい、どうも皆さんおはようございます、こんにちは、こんばんは。今回ドラゴンクエストビルダーズ2の、実況を再開していきたいと思います。ですね、今回はちょっとね、また作り物を作ったわけなんですけども、あの水の開拓レシピをね、完了したよっていう、ツイートを以前したんですけども、ここを作ったことによってできました。で、ここ何かというとですね、何でもないというか、何も考えないで適当に作ったシリーズなんですけども、以前ね、青の開拓地の時は、正直、もう本当にね、外観はバカでかい感じだけど、中は本当に適当みたいな感じだったんだけども、一応ね、なんとなくなんだけども、面白い作りになっているかなと思います。でね、ここがね、ちょっとこう、皮膚寄贈じゃないんだけど、ドラゴンが火吹いてる風の、これ結構なんかグッドアイディアかななんて思うんだけど、どうでしょうかね、これね。お客からも、はい、こんな感じで火吹いてる感じのね、こういう使い方っていうのはなかなかないんじゃない？この竜のね、柱やってみました。で、ここもなんかわけわかんないけど噴水をね、炎で囲むっていう、水と炎真逆のものをこう合わせるっていう感じでやってみたんですけども、本当にね、今手持ちで持ってるものだけで使って、それを使ってやったっていう感じになっています。で、ここもこういう感じになってますね。で、逆サイからもできます。面白いでしょ、面白いねえねえ。はい。で、これね、このぼんぼりスタイルっていうか、なんか灯籠みたいな感じでいいかなと思って、手すりとね、ブロックライトやってみましたすいません、ちょっと変な声出したせいで。でね、これ見えますかね、これピカって書いてあるんですけど、これがね、ちょっと思うようにできなかったんだよな。炎で全部光ったらいいなと思ったけど、さすがにそれはね、なかったんで、全部は光らせることができなかったんだけども。こんな形をやったり。あとなんか知んないけど、このキノコがあったんで、こういう植え方しました。なんかね、和風な感じに見えますよね、なんとなく。で、ここ、なんだったかっていうと、もともとはね、あれです。ピラミッドがあった場所ですね。なんか、結構その適当な、あり余ったものだけで作るって作業が好きなので、ここが何かといえば別に何でもないんですけど、やってみました。はい、こんな感じでね。作ってあります。これがまたね、夜見ると綺麗なんですよね。で、色変えればいいかなとも思ったんだけど、このナチュラルな色が自分は結構好きなので、なんか赤とかだと赤々しいしね、ちょうどいい色なんじゃないかなって思います。黄色だとちょっと光が弱いかなっていう感じなんでね。はい。で、この上に行くとですね、また新しいエリアがあります。はい、こんな感じでなってますね。本屋さんに、ここはパン屋さん、パンっていうかコーヒー飲める場所で、あえて椅子は置いていません。食事テーブルにしたくなかったんで、こんな感じで。ここはね、パフェとかケーキありますね。で、ホミロン像を作りました。1の時のホミロン像の方が良かったね。あの台座みたいなのがあって、これなんかちょっと木の棒で支えてる感じで、ちょっとチャッチーね。なんか1のなんかこうどっすりとした台座のホミロンの方が良かったね。
でね、ここはお花見会場みたいな感じにしました。うん、オミロンもいます。結構ね、いい感じかなとは思っています、自分的にね。はい、で、ここがね、まあライブステージみたいな感じですかね。こんな感じになってます。おいおいってこう、一応まあこっちにもあります。あとこういう感じになってね、なっています。で、主人公自身もね、ここで踊れます。みたいな。で、これがバーンってなってね、客席をこう沸かせるみたいな感じで、まあこうお花見フェスみたいなね感じですね。はい、でここはちょっとまた得意のね、不思議なエリアというか、うん、いう風になってますね。はい、で、何も設定してなかった、まあ何も設置してなかった、通路もね、こういう風に桜木の通路にして、なんだろうな、桜祭りみたいなね、イメージで、うん、やってます。まあ、和風パックがないのでね、なるべく和風に作りたかったんですよね。こういう形に、なっています。結構ね、長い通路なんで、どういう風なデザインにしていこうかなって、非常に悩んでたんだけども、まあ、こんな感じにね、仕上がりました。でね、まあちょっとこの真ん中とかっていうのも何もなくて寂しいなっていう風にも、まあ正直感じるんですよね。まあ現状ちょっと、まあ置くようなものがないので、うん、またおいおい考えていこうかなとは思いますが、これによって下からもね、通路ができて、上からもこうやって通路ができてという形に、なりましたね。まあ、向こう側のね、赤の開拓地側からは下には降りれないんだけども、こっちからは降りれるようになってるんで、まあちょっとここら辺ね、まあ裏作業でなんか適当にやっておこうかなというふうに、思っています。それか今やっちゃってもいいかな、時間まだあるんで。そうだな、ペアレシピじゃないな、なんかこう置物を置きたいよね。そうだなあ、でもなんかこうイメージがあんま湧かないね、今まだね。象とかでもいいけどな。ロトのかがり火はもうあの下で使ってるんでね。ちょっとあれだな、なんかないな、真ん中に何か置きたいんだけどな。そうか、下ってどうなってんだっけこれ。あー、なるほどなるほど。ではよーし。で、まあこれ何かというとですね、ここでやってきます。
マンスジみたいな感じですね。マンスジならぬ、床筋みたいな。これでこう水のカーテンが下に出来上がるし、あとあれだね、なんて言うんだろうね、別に特にイメージとしてはないんだけど、そうだな、まあいっか、これで水面近くにまたこのブロックライトを使っていこうかな。なんかね、やっぱ重たいんだよね、動きがカクつくというか、ほらほらほら、全然なんか追いつかない、指と主人公の動きが。はい、まあこういう感じにしました。綺麗でしょ、なんとなく、こっちもいいかなと思ったけどね、まあ、こっち畑があるんでね、確かあんまりうかつにできないんでね、こういう感じにしました。はい、ということで、今回はまあ適当に作ったピラミッドのあった場所と、まあそこもね、適当適当って言いながらも下から見るとやっぱ見栄えもいいんですよね。このブロックライトの使い方によってだいぶね、灯籠みたいな感じで、見た感じいいかなって思うんですけどね。ほら、なんかこうやって見るとちょっと和風っぽいしね、あとね、このお花見のコーナーですね、作りましたという感じに、なっていますね。まあ後付けでまたこう裏作業でもうちょっとだけ何か改造を施すかもしれないけどね、ここら辺にこうテーブルを置いたりとかさ、やったりするかもしれないんだけども、やっぱこの上がねこうなってるもんでね、暗いんだよね、どうしてもね。そうなので、まあ、そこら辺は、後々付け加えてやっていきたいと思います。最近ちょっと本当いつも言ってるんですけど、ビルダーズあまりやってる時間っていうか裏作業やってる時間がねなかったので、まあ、こんな感じで大掛かりなことはしてないんですけども、結構こういう感じでね、こだわってはやってます。このピカっていうのもね、はい、ああそうだ、まあこれ別にこの動画でね話すようなことでもないんですけど、あったわけじゃないんだけど、久々に実況のよくね、まあもう分かってると思うんですけど、友人と実況で来てくれるヨーダがですね、会ってはいないんだけど、例のねお得意の家の外にお土産を置いて去っていくっていうねことを、久々にしてくれましてですね、ちょっと近所でね大掛かりな祭りが、近所でもないけど地元で、大掛かりな祭りがあったらしくて、でその祭りで多分買ったんであろうね、広島焼きっていうのをね、置いて、本当にピンポンとかも押さずにね、出てきてくれとも言わずにいきなり押すって LINE が来てて、で俺ちょっとそれ気づかなくて、で広島焼き置いといたから回収してなって書いてあって、でまあそれに気づいたのがちょうど10分後ぐらいで、もうドアパッて開けたら当然ヨーダーもいなくなっててね、広島焼きありがとうっていう LINE の連絡はねしたんだけど、でまた実況で、一緒に、まあ、ゲストでね出てやろうよっていう話をしていましたのでね、またヨーダが来た際にもね、よろしければね、その動画、まあ、録画かね生配信かわからないんですけども、よろしくお願いします。はい、では、今回はここで終わりたいと思います。ご視聴ありがとうございました。バイバーイ。あとちょっと待って、その前にあと最後にもう一つだけ、
あれだったびっくりしたんだけど、すごい久々に見た数字だったんだけど、あの1個前のビルダーズの動画かながね、あの高評価が7つもついてたんですよね。うん、それがすごいあのなんか嬉しかったんで、高評価をしてくれた方本当にありがとうございます。あとあの多分ね、あのスペイン語の方、あのミゲルさんじゃないスペイン語の方も、ね、いましてね、うん、なんかその人も多分押してくれてたと思うんだけど、うん、常々金がね、ありがとうございます、押してくれた方ということで、今度こそご視聴ありがとうございました。バイバイ。